2023年度養成所試験合格祝賀会を開催させていただきます。協力し合いながら皆さんお一人お一人の次の夢を実現していただきたいなというふうに思っております。今予想もできないような新しい仕事の分野が生まれてくる、そんな可能性なんていくらでもあるわけですよね。そんな時にぜひ、頭の隅に置いといていただきたい憲法の価値、憲法の理念というものをぜひ頭に置いといていただきたいと思います。しっかりそのデジタル化になってもますます行政書士がその任が担える、重責を担える状況にしてまいりたいと思いますので、それにはぜひ若い先生方の力が必要です。ぜひ協力していただいて。乾杯。スタンダードコースですね、を受講されて合格ということなので一発合格です。おめでとうございます。私たちはこれから希望を抱えてそれぞれの道を進んでいくわけですが、自分が頂点と決めた場所を目指してこれからも頑張ってまいりましょう。1回目は独学で不合格でした。1ヶ月間ぐらいはですね、何もやる気が起きなくて、本当に落ち込んでいたんですけれども、平林先生のですね、叶えるっていうコラボです。で、それを見てですね、私は再びまたやってみようかな、気持ちが分かります。分かっているつもりです。で、それでもどうか、今より少しでも前、一歩でもいいから少しでも前、着実に進んでほしいと願っております。私もどうぞ何よりに5回目の受験で、ちゃんと行政書士試験に合格することができました。ベトナム人養成所士は本当に今珍しいと思うので、それを強みにしていただきたいと思います。同期の皆さんが対応する人もいると思うので、お互いに助け合えるような関係を今もできたらいいなと思います。これからもまた皆さんと一緒に歩んでいきたいというふうに思っております。